茨城。ねえ、12月14日って空いてる？ああ、あれがある日だね。そう、私たちの未来にとって大事な日。そうさ、茨城にとってとっても大事な日。説明しよう。12月14日は茨城県議会議員一般選挙があるのだ。未来を決めるあなたの一票。茨城県議会議員一般選挙、みんなも行こうね。もちろんさ。